徳島ヴォルティスに所属していた MF 清武子明、J2 の FC 琉球へ完全移籍することが決定した。4日にクラブより発表が行われている。今シーズン J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月、両お試し実施中。現在29歳の清武は2019シーズンか徳島に在籍。2020シーズンは J2 で20試合に出場して3得を挙げ、チームの J2 優勝及び J1 昇格に貢献してた。2年間たくさんの応援ありがとうございました。昨シーズンは J2 優勝、J1 昇格と僕のサッカー人でとても大きな1年となりました。今年一緒に得ないのは残念ですが、徳島ヴォルティスが J1 旋風を巻き起こすことを期待しています。と、島は、清武のコメントを伝えている。琉球公式、ウェブサイトでは、清武は、FC 琉球の皆さん、明けしておめでとうございます。徳島ヴォルティから加入する、清武子明です。J1 昇格目指して、とも戦いましょう。よろしくお願いします。と入団、コメントを述べている。セレッソ大阪の MF 清武、すぐの弟である、伊佐尾明は、福岡大学から2013年に佐賀、鳥栖に入団。2015年7月の期限付き移籍を経て完全、移籍したロアッソ熊本。2017年に移籍した、ジェフユ、イテッド千葉で主力として活躍し、徳島でも鬼、間で公式戦54試合に出場して9得点を挙げた。両。